代幕府かよ。素敵、カルバード百景に選ばれてるのも当然よね。はいはい、皆さん、お伝えしたように20分の滞在ですから、7時前には論内に戻りたいので、くれぐれも協力をお願いしますね。ねえねえガイド君、例の打ち上げってこっちの方なの？ゼク宇宙基地だっけ？論来からすぐ近くなんでしょ？いや、近いって言ってもここからだと相当距離は離れてるよ。特にこっちは麓の外れの方だし、南東の山道の方が近づけるだろうけど。おっと、そんじゃあ明日はそっちの方に案内してくれないか？ねね、ロケットそばで見たい。いや、そちらの山道は現在当局により通行禁止になっていまして、普段から魔獣も結構出ているので、残念ながら諦めてもらうしかありませんね。がっかり。まあ国家プロジェクトなら安全のため仕方ないんだろうが。でも皆さん、どうかご安心を。打ち上がったロケット自体はロンライの街からちゃんと見えますよ。何せオイラ2回ともバッチリ目撃しちゃってますからね。まあそうなの？街のどこからが一番見えるんだ？それはこの後戻ったらマル秘ガイドを用意してますから。証拠たくましいな。まあ街から見る分には僕らも面倒がなくて助かるんだが。よし、無事着いたか。やれやれ、丸一日近く遠回りすることになったが。そんじゃあね、リン君たち。そっちはお前らに任せた。あたしらの代わりに見届けてこいよ。女神の加護を。いざとなれば定常で連絡を取り合いましょう。アルーシャの導きを。フィー君たちも気をつけたまえ。クロー君、リーン君もいずれ熱い映画談義をしようじゃないか。その時はどうかお手柔らかに。俺はまんざらじゃないが、あんたらも気を抜くなよ。そうだね、とんでもない場所に向かおうとしてるみたいだし、くれぐれもお気をつけて。定常でサポートもしますので。ミントちゃん、トールズ方面への連絡よろしくお願いするね。うん、任された。どうやら彼らも明日が正念場になるみたいだな。ああ、守護騎士たちにエルザイム一枚岩ってわけでもなさそうだが、ヘイユエなんかも含めて大統領府を出し抜こうとしてるのは同じっぽいが、そのあたりはアークライドさんたち、そしてケビンさんたちとも同じか。お二人とも。こっちもシリアスな話をしたいのは山々なんだけど、そのこの体勢だとさすがに集中できないっていうか。すまない、手で運ぶわけにもいかなかったからな。まあ緊急時だとは理解してる。あ、そういえばクラウソラスに乗って降りればよかっただけでは。そんじゃあとっととコックピットから降りるとすっか。照れてよクロー君。
明日いっぱいくらい見つからなければ御の字でしょうね。多分大丈夫じゃないかな。 CID に共和国軍も手一杯みたいだし。まあ宇宙軍基地の方に飛んだら速攻で発見捕捉されそうですが。うん、大丈夫みたいだね。少なくとも監視の気配はなさそう。昨日から緊張しっぱなしだったし、そろそろロンライって町に行かねえか。かなり賑わってそうだが、なんとか予約も取れたんだろう。ああ、ありがたいことにね。ずいぶん無理してくれたみたいだが。昨年の初め家族旅行で泊まった宿だそうですけど。確かリーン君のご実家が経営する大浴館とご縁があるんだっけ。ええ、温泉郷ロンライきっての名宿、壁山楼ですね。あの夜、エルザイム公国のハルワタート号でバーゼル市から離脱した翌日、俺たちは CID と共和国軍の監視網を避けつつ、改めて各方面と連絡を取っていった。帝国への遠距離通信は封じられていたものの、エルザイムやヘイユエ、タイレル通信の女性記者ともお互い知り得た情報を大まかに交換したのである。そして俺たちは守護騎士やエルザイムと役割分担する形でそれぞれの行く先を定めた。彼らは断ぜられつつあるハミルトン博士の真意を確かめるべく、とある悲劇の地へ。そして俺たちは別の名前でも呼ばれているらしいスターテイカー計画、俺とクローが見たありえない光景に関係していると思われる宇宙計画を間近で見届けるためロンライへ。その南にそびえるイシュガル山脈、奥地にあるコンロンとも呼ばれる巨大盆地、
宇宙軍基地が築かれ、イカルガが2年近く封じていたその地こそが、俺の師ユン・カーファイが伝えた回転の地であることを確信しながら。先生からの伝言だ。約束の日、回転の地で待つと。情報通り、正午まで300上空を紹介するとのことです。第二飛行艦隊だったが、他の艦隊や師団も動いているそうだが。うん、なんか国内外向けには模擬演習って名目みたいだけど。模擬というには本格的で、疑問に思ってる人たちも多いみたい。疑問程度にとどめるあたり、 CID の優秀さを改めて感じますね。噂の室長さん、いや、おそらくキンケイド補佐官の手腕でしょうが。ま、間違いねえだろうな。俺らを半ば放置してるのも含めて。久しぶりに見たけど、やっぱいいね、リーンの朝稽古。うんうん、最初は凛とした感じだったけど、途中から柔らかく透き通るような感じで。私も何度か見させてもらってますが、ちょっとだけ雰囲気が違ってたような。ああ、へえ、あの姉弟子でも思い出したか。いや、別の気配でも捉えやがったか。ああ、昨夜には感じられなかった気配だ。多分俺の稽古にわざわざ付き合ってくださったんだろう。いや、このかゆってのはうまいな。朝から体に染み渡るっつうか。クロー君、ゆうべ結構飲んでたもんね。この餡を浸して食べるとジュワッとして、また格別だね。この黒いのはピータンと言いましたか。最初何かと思いましたが、コクと苦味がちょっと癖になりますね。
このダンビンってのもいけるね。クレープっぽい卵焼きみたいだけど、サクサクしてて中はもっちりしてる。昨夜の東方解析とも違う、論来の朝の定番みたいだな。このカユの滋味あふれた奥深い味わい、修行中に老子が作ってくれたのを思い出すよ。確か10歳から毎年ユミルに来て稽古をつけてくれたみたいだけど。で、トールズ入学前に会って以来6年近く会えてねえんだったな。ああ、帝国の内戦に共和国との戦争、手紙や言づてだけで何度もニアミスして会えなかったけど、多分老子は俺のことをずっと見守ってくれていたんだと思う。鬼の力、あまたの祝宴、そしてもう一人の自分との決着。間違いなく俺の状況を全て察しながら己で乗り越えると信じてくれたんだろう。本当に感謝しかないよ、リーンさん。今のリーン君の原点を形作ってくださった恩人なんだよね。ええ、そして今日長きにわたる修行の成果を確かめるつもりだと思います。時は至った。八王が一振りとして回転の地へ至るべし。国神との立ち合いの果て、己が誠の獲物を見出すがよい。多分宇宙計画の背景も見据えた計り知れない思惑で動きながら、大陸東部最強の両兵団サムライ州イカルガ、その先代統領という話でしたね。後進に譲ってからは大陸西部で剣聖クラスの弟子を育てたみたいだけど、あのヤバい姉弟子を見る限り気のいいおじいさんってだけじゃないね。うん、昨日はアンカービルでアークライドさんたちを助けたそうだけど、助太刀だけが目的じゃなくて何か重要な手がかりが狙いだったって。で、イカルガは宇宙軍基地へ至るイシュガルの参道を絶賛封鎖中と。気候兵を持ち出したら軍が動きそうだし、さてどうしたもんかって話だが。ああ、打ち上げは13時、それまでに何としても参道を抜けてロケット発射を間近で見届ける必要がある。俺たちも結果的に仕上げに協力したあのエクスキャリバーの真の役割、そして俺とクローが見たあの光景の真実をつかむためにも。うん、いろいろなものが重なったね。まあ間近で見たからといって何かつかめるとは限らないかもだけど。ですがリーンさんの勘の目が告げているのなら向かうべきかと。バベル事件もリーンさんが元凶に立ち会うことで事実が明らかになりましたし。そうだね、今回は多分あの時以上の状況かもしれない。世界の命運、ううん、分岐点をみんなで見届けるっていう意味では。まあ何も得られなかったとしてもそれはそれでいいんじゃねえか。全世界注目のスペクタクルショー、中継じゃ味わえない迫力だろうし。そうだな。Thank you.